ロバート・ミリカン、ロバート・アンドリューズ・ミリカン、ロバート・アンドリューズ・ミラキン、1868年3月22日から1953年12月19日は、アメリカ合衆国の物理学者である。1923年、電気素量の計測と、光電効果の研究により、ノーベル物理学賞を受賞した。アメリカ合衆国において、大衆的な人気を得た、物理学者。 当時のアメリカの物理学会での権威となった実験物理学者ある。カリフォルニア工科大学の創立に加わり、同校が合衆国において有数の名門校となる基礎を築いた。アイオワ州マコーキタの高校を卒業後、オベリン大学に進学し、1891年に西洋古典学の学士号を取得。 オベリン大学で二学年まで修了した時点で、ギリシア語の教授に、ギリシア語で優秀なものな誰でも物理学を教えられる、と物理学の講師を頼まれた。それまで物理学には全く縁がなかったが、夏休み中に勉強し講師を務めるようになった。これがきっかけで、物理学を志すようになった。その後コロンビア大学に入学し、1895年に物理学の博士号を取得した。 同大学で物理学の PhD を取得したのはミリカンが最初だった。まず講師として物理学に関わったことからミリカンは熱心な教育者となり、様々な入門的な教科書を執筆し、大衆的な人気を得た。多くは他の教科書に比べて時代に先行していた。単なる計算問題ではなく、概念的なことを尋ねる練習問題を多く。 掲載していた点も特徴である。1902年、結婚。三人の息子を設けた。1909年、教授を務めていたシカゴ大学で、単一の電子の電化量、電気素量を計測する、油滴実験を開始した。油滴実験の精度を高めるために、水滴の代わりに、蒸発の少ない油滴を使うという重要なアディアは、 当時大学院生だったハーベイ・フレッチャーのものだったが、ミリカンは論文を単独名で発表した。その代わりとして、フレッチャーの学位論文は、フレッチャーの単独署名とされた。ミリカンはこの業績などにより1923年のノーベル物理学賞を受賞。フレッチャーは亡くなるまで、その密約を守り続けた。ミリカンはまず1910年に結果を公表したが、 フェリックス・エーレン・ハフトが矛盾する計測結果を発表し、両者の間で論争が起きた。その後ミリカンは装置の改良に取り組み、1913年にさらに正確な研究結果を公表している。電気素量は基本的物理定数の一つであり、その値を正確に知ることは極めて重要だった。ミリカンらの実験は、二つの小さな電極間で帯電した。 小さな湯滴を重力に逆らって宙に浮かせ、その時にかかっている力を測定するものである。電状の強さが分かれば、小滴上の電荷を特定できる。多数の小滴で実験を繰り返し、電荷量が常に一定の値の整数倍になることを示した。その値1.5920クーロンが電子1個の電荷だとした。現在の電気素量は1.60217653。 重空論でミリカンが用いた空気の粘土の値の誤差により若干の外れが生じたと考えられる。ミリカンが油滴実験をしていた頃原子がもっと小さい粒子から構成されていることが明らかになりつつあったが誰もがそれを信じていたわけではなかった。1897年に JJ トムソンらが陰極線を構成する粒子の質量電化比を測定し水素イオン。 陽子の約1000倍から4000倍と見積もった。しかし、当時の電気と磁気に関する知識では、電荷を連続的な値として扱うことで説明できるレベルであり、それは光を光子の流れとしてではなく、連続波として扱うことで説明がつくのと同様だ。ミリカンの油滴実験の優れた点は、電気素量の正確な測定を可能にしただけでなく、 電荷が実際には量子化された量であることを実地に示した点である。ゼネラルエレクトリック社のチャールズ・スタイン・メッツは電荷は連続量だと信じていたが、ミリカンの装置を使ってみて、ミリカンの結果が正しいことを確信したという。ミリカンが電気素量の二度目の測定実験で、結果として採用したデータの選択については、若干の議論がある。アラン・フランクリンによれば、 最終的な電化の値には影響しないものの、ミリカンが170余りのデータから58例のデータを選択したことで、統計誤差が小さくなるようにしたとしている。それによって、ミリカンの電気素量測定結果の誤差は0.5%以内となっていた。ミリカンが全データを使っていたら、その誤差はせいぜい2%以内だった。そうしていたとしても、ミリカンの測定結果は、 当時の誰よりも正確だったはずだが、ミリカンは誤差を小さく見せることで、煩わしい議論をなるべく避けようとしたと見られている。これに対してはミリカンが60日間の実験期間に測定した結果を使ったと論文に記している点に、目視、捨てた、計測結果はその期間外のものであることを証明した。アインシュタインが光の粒子性に関する1905年の論文を発表したとき、 ミリカンは光が波動だとするこれまでの膨大な蓄積によってアインシュタインの論文は正しく評価されないだろうと考えた。そこで彼はアインシュタインの理論を評価する10年に及ぶ実験を開始した。そのためには非常に綺麗な表面の金属電極を作る必要があった。実験結果はあらゆる面でアインシュタインの予測を立証していたがミリカンは アインシュタインの理論が正しいことに確信を持てなかった。1916年、彼はアインシュタインの光電方程式は、私の判断では今のところ満足できる理論的基礎を持たないが、それでも光電効果の実際の現象を非常に正確に表していると記している。その後1958年に出版した本では、単に彼の実験結果は、 アインシュタインの光の粒子論以外のいかなる解釈も不可能だと明言している。光電効果の定量的実験により、ミリカンは光電子のエネルギーと光の波長からプランク定数を求めた。ミリカンの業績は現代の素粒子物理学の基礎の一部となっているが、ミリカン自身の考え方はそれよりやや保守的だった。例えば、1927年版の彼の教科書でも、 エーテルの存在を明言しており、アインシュタインの相対性理論については、アインシュタインの顔写真を掲載した部分で、当たり障りのない中期として触れているだけだった。また、1928年には、爆弾も含めた原子力利用は、不可能だと発言している。1917年、天文学者、ジョージ・ヘールは、カリフォルニア工科大学の前身であるパサデナの、 スロープ大学を主要な科学研究教育機関にするべくミリカンを説得して年間数ヶ月だけ同大学で過ごす子を承諾させた。数年後、スロープ大学はカリフォルニア大学となりミリカンはシカゴ大学を辞めてカリフォルニア工科大学の執行委員会委員長事実上の学長に就任。ミリカンは1921年から1945年まで その職を務めた。同大学でのミリカンの研究は主に宇宙船、コズミックレイという用語はミリカンが作っただった。20世紀初めの物理学の話題の一つは、電離箱の電荷の自然放電が高度が高くなるほど大きくなることで、ヘズラの気球を用いた観測で宇宙船の存在が示されていた。1930年代、アーサー・コンプトンは宇宙船の正体を 火電粒子だとし、ミリカンは、高エネルギーの孔子だとしていた。エントロピーの増大を相殺し宇宙の熱的死を、回避するために神が、新たに生海で原子の産声が、宇宙船孔子だとミリカンは考えていた。宇宙船が、地球の磁場によって反らされることが判明し、結局コンプトンが正しい、すなわち宇宙船は、火電粒子であることが証明される。ミリカンは、 第一次世界大戦時の国家、研究協議会副会長を務め、対潜水艦用の装置や、気象関係の装置などの開発に関与した。私生活では大のテニス好きで、三人の息子の長男、クラークは、空気力学の技術者として有名になった。次男のグレンも物理学者で、エベレスト登頂で知られるジョージ・マロリーの娘と結婚。グレンは1947年、 登山中の事故で死亡した。晩年、ミリカンは、キリスト教信仰と科学の関係に興味を持つようになる。そのテーマで1926年から1927年にかけて、イエール大学で講義を行い、後にエボリューションインサイオンセン度レリジョンとして出版。また、より物議を醸す信念として、優勢学を信じていた。その関係でミリカンは、 人類改良財団に参加し、人種差別主義者が集まっていたカリフォルニア州サンマリの住むようになり、そこを称賛していた。1938年、ミリカンは次のような文章を書き、1939年のニューヨーク万国博覧会で埋められたタイムカプセルに収めた。1938年8月22日現在、選挙で代表を選ぶ方式の政府は、 アングロサクソン系、フランス系、スカンジュナビア系などの国で採用されているが、ほんの2世紀前まで、全世界の人類の運命を握っていた、独裁の国家との激しい衝突に直面している。理性的で科学的で、先進的な原則が勝利すれば、戦争のない黄金時代が到来するかもしれない。独裁性が勝利すれば、過去と同様の戦争や抑圧が繰り返されるだろう。 1953年、カリフォルニア州サンマリノの自宅で、心筋梗塞で死去。カリフォルニア州グレンデールのに埋葬された。ロサンゼルス近郊には、ミリカンの名を冠した、中学校や高校がある。カリフォルニア工科大学には、ミリカン研究所という建物がある。また、オレゴン州ポートランドには、ミリカンの名を冠した通りがいくつかある。 1982年1月26日、アメリカ合衆国有便公社がミリカンの肖像を採用した切手37セントを発行した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。